白馬荘は、長野県白馬村にある旅館である。2012年、ワールドラグジュアリーホテルアワードで日本初のグローバルウィナーを受賞。白馬村八方オーネスキー場の麓の温泉宿。2012年国際的に結出した宿泊施設に贈られる、ワールドラグジュアリーホテルアワードで日本初となる、グローバルウィナーを受賞し、ラグジュアリースキーリゾートで世界一となる。 また、2015年には、英国の旅行雑誌が選ぶ世界の優れた観光業者を表彰する、ラグジュアリートラベルガイドアワードで、ラグジュアリーマウンテンリトリートの最高賞を受賞し、世界で初めて、マウンテンカテゴリーでこの賞の最高賞を受賞した。法人としての登記は1988年であるが、1930年代に民宿として宿泊業を開始した。 白馬で最も古くから、あるスキー民宿から始まった旅館の一つ。支配人は、丸山と白を。白馬荘のある八方、細野地区は、日本の民宿発祥の地と言われており、山案内人の家に登山客が泊まったり、白馬荘のような農家にスキー客を受け入れたことにより、自然発生的に民宿スタイルが誕生し、1937年に16個が、 警察から許可を得て民宿営業を行い、これが日本の民宿の発祥となった。1998年長野オリンピック前に改装をし、当時洋風建築が流行りであった白馬では、数少ない近代和風建築を採用。304年の農家時代の柱と梁をエントランス部分に残し、現代建築の中に当時の素材を組み込んだ。宿名は、 白馬村の名の語源となった、台場に由来し、新州百名山の宿として、日本百名山でもある白馬だけの宿に、登録されている。客室数18、白馬八方温泉を引き湯。家族経営の小規模温泉宿。2008年頃より、外国人宿泊客が増え、トリップアドバイザー等で人気が高まり、2011年に、宿泊したワールドラグジュアリーホテルアワード関係者の、 推薦により、ワールドラウジュアリーホテルアワーズ2012にノミネートが決定した。ありがとうございます。